小海鈴芽は、千鳥目海鈴科に分類される海鳥の一種。体長15センチメートルほど。海鈴科では、最小の種類で、スズメより少し大きい程度である。くちばし、首、お歯が短く、全体的に丸っこい体型をしている。くちばしは、先端だけが赤い。目の後ろに細くて、白い飾り輪があり、頭から、背中は、開国色の羽毛に覆われる。 足は灰色である。冬和では腹が白いが、夏和では腹が白と海国色のまだら模様となり、くちばしの上に白髪のような細かい羽毛が現れる。白ひげ海スズメに似るが、白ひげ海スズメは腹まで海国色で、頭部に寒武と長い飾り輪があることで区別する。オスメスとも同じ灰色で、外見から性別を判別することはできない。千島列島から、 アリューシャン列島、ベーリング海の当初で繁殖し、冬は周辺の海上で小さな群れを作って生活する。日本では冬に北日本の海上で見ることができる。推定個体数は約900万羽で、海スズメ科の中では最も生息数が多い種類とされている。海に潜水して、ケンミジンコや小魚などの動物プランクトンを捕食する。捕食の際は、 海底から上昇する優勝流によって、プランクトンが集中する海域を狙い、翼と足を使って巧みに潜水する。非常に貪欲で、1日に自分の体重の86%もの餌を食べる。春には、海岸の崖に大きな集団繁殖地を作り、アリューシャン列島各地や、セントローレンス島、リトルダイオメイド島には100万羽が集結する大きな繁殖地もある。 また、コロニーには他の海スズメ類が混じることも多い。岩の隙間に一個だけ散乱し、両親が放乱と育成を行う。成長して巣立ったヒナはすぐに潜水し、自分で餌を取るようになる。原油流出などの事故で死ぬ答えが多い。また、繁殖地では、北極ギツネやネズミ類などにも狙われる。それでも海スズメ科では最も個体数が多く、 分布域では割と一般的な種となっている。ありがとうございます。